続きを聞かせてもらおうじゃんか。優しい風魔おじちゃんとけなげな女の子の心温まるお話よ。なんかバカにしてない？そんなことはないぞ。かけがえのない仲間の知られざる一面を知るというのもまたいいものだ。どこからだっけ？宇宙旅行に出発だってとこだっけ？風魔おじちゃん。違うぞタイガ、風魔お兄さんと呼ばなければ。やっぱりからかわれてる気がするんだよな。そんなことないって。俺とイリアはこっそりと二人だけの宇宙旅行に出発した。宇宙でも息ができるよう特殊なバリアで彼女を包み、流星のように宇宙を飛び回る。高熱の惑星を包む鮮やかな炎、深い青色をした氷の惑星、エメラルドグリーンの鉱石が漂う小惑星の巣、紫色のガスに覆われたとてつもなく巨大な星。俺にとっては日常の風景だが、イリアはそのすべてを食い入るように見つめ圧倒されていた。気をつけて見ていたが調子も良さそうだ。風魔おじさんはいつもこんな景色を見ているんだね。お兄ちゃんな。イリアが楽しそうなのが俺も少し嬉しくて、ちょっとだけ遠出をすることにした。綺麗な森があって小さな動物がたくさんいる緑の惑星だ。イリアぐらいの年の子なら楽しめるに違いない。なあイリア、動物は好きか？うん、大好き。よっしゃ、ジャングルツアーとしゃれ込みますか。スピードを上げるとイリアが笑って、俺もつられて笑った。こんな生活も悪くねえかって思った。自分の足で歩き回りたそうなイリアの様子に、俺は空気の成分を確認してバリアを解く。跳ねるように森へ駆け出していったイリアが木の陰に隠れた。あんま遠くへ行くんじゃねえぞ。惑星の陽気に俺も昼寝でもするかと気を抜いた瞬間だった。それは確かにイリアの悲鳴だった。イリア、どうした？俺は超スピードで森へ入っていった。木々の向こうにイリアの姿が見える。よかった。彼女は無事みたいだ。だが木々を抜けた瞬間、俺が見たのは異様な光景だった。なんで？急に苦しみ出したの。私は、なんともないのに。彼女の足元では、この星の小動物たちが息も絶え絶えにもがき苦しんでいた。動揺しているイリアから甘い香りが漂ってくる。俺の超感覚がその香りの中に何かを感じ取った。これは毒なのか。思わず彼女をバリアで包むが、すでに動物たちは動かなくなっていた。冷たくなった小さな亡骸を恐る恐るイリアが抱く。私のせいなの？俺は訳も分からず怯えるイリアを彼女の星へと連れ帰った。出迎えてくれたイリアの父バルトは、震えるイリアをベッドで休ませ、怒りを押し殺した様子で俺に真実を語った。我々の種族が発する香りはこの星の空気を離れると毒に変わる。だから本当は宇宙への憧れなど持たせたくなかった。イリアはショックを受けた様子でベッドに潜り込んでしまっている。バルトは静かに諭すように言った。あなたは命の恩人だ。私ももっと早くあなたに伝えておくべきだったかもしれない。だが今は。バルトの静かな言葉は何よりもきつく俺の心に突き刺さる。いっそ罵ってくれればよかった。お前が娘の希望を奪ったんだと。俺がいるとイリアは嫌な出来事を思い出してしまう。そう思った俺は
逃げるように彼らの星を後にした。それからどれほどの月日が過ぎただろう。こなした指令の数を数えるのをやめた頃に、俺は宇宙の片隅で一冊の絵本に出会った。絵本の表紙にはかすれた文字で風の覇者と書いてある。それは風のように素早く青い体の英雄が困っている人々を助ける冒険探だった。金色に輝く幻の鳥、巨大な昆虫怪獣、白い髪の恋人たち、キラキラした遊園地のような宇宙船、全ての絵が輝いているようで、色彩豊かな宇宙を青く塗られた主人公が駆け回っていた。戦いに疲れた風の覇者を癒すのは、とある星に咲く虹色の花。その花は、ずっと同じところにいてつまらなくないのか、という風の覇者の問いかけに、こう答えていた。私たちの仲間は、普通、一色の花しか咲かないの。でも、あなたが教えてくれたたくさんの世界が、こんな綺麗な虹色になった。この色は、私が感じた幸せの証なのよ。許されたなんて思うのは、虫が良すぎるだろうか。この絵本を描いたのが、あの小さなエリアかどうかもわからないのに。身勝手だと思いながらも、安心と喜びが入り混じった気持ちが込み上げてきて、体の震えが止まらなかった。あの古びた絵本は確かに俺のことを救ってくれたんだ。その時から俺は風の覇者を名乗るようにした。自己満足かもしれないが、この名前がエリアに届いたらいいなって思った。そしていつかもう一度会うことができたら言ってやるんだ。君と過ごしたあの時間、俺も確かに幸せだったぜって。今日も俺は不埒な輩にこの名を叫び続ける。俺は風の覇者フーマ、銀河の風と共に参上。風の覇者にはそんなメッセージが込められてたんだな。途中どうなることハラハラしたが、我々も温かい気持ちになった。その絵本ぜひ読んでみたいものだ。思えばずいぶん遠くまで来ちまったけど、いつかこの名がイリアに届いたらいいなって思うんだ。なんだよ、なんか言えよ、照れるだろ。やっぱイメージと違う。うん、お前ら俺をなんだと思ってんだよ。